ビリ回避。なるほど。それはもう少年頑張れよ。お、来た来た。やってくぜ。罠回避。バナナの皮に注意ということかな。まずこれはのけるよね。のけて、あとは何も、あ、なんかこの関係ないか。え、これは罠にはならない。で、鳥あれ、飛行機、鳥やとしたらすげえスピードよね。飛行機雲みたいに出とるし。他はもう何もないということか。じゃあ大丈夫。この子たちの前に置いたりとか、逆に仕掛けたりとかできんのか。はい、 OK です。いやちょっと待って、他のステージにしたわ。違う。はい、リトライ。罠回避。のけまして、ほんとや、薄く丸くなっとる。何それ、わからんわ。これでもうこれ以上何もできんということ。一応なんか上に乗せてみたけど乗せてみたけど、あ、オッケーオッケー、もう丸見えやもんね。イエーイ、回避成功。ほい、それじゃあ他のステージへ。めっちゃなんか、チェ、引っかからんのかつまんねえって顔しよったけど。ほい、そして、お、これは雨水回避。さあやっていこう。また傘ですか。お、来たよ。これは、お、よっしゃ、柄の部分が曲がっとるだけ。さあ、刺す。そういうこと。そういうこと。濡れるじゃねえか。くそ、わかりやすすぎるけん、こっちで。わかりやすすぎて、絶対こっちやと思った。違うんかい。違うんかい。じゃあ、普通に行けばよかったんや。なんてこったい。はい、刺すんだ。今度こそ。よし、回避。OK。素直に行けばよかったのね。これで大丈夫。てか、そんな曲がり方する傘。ないやろ。待って、めっちゃビビったんだけど。待って、何その罠。え、持ち替えとかできるってこと？待って。じゃあまずはこれを持っ、ちょ、ま、両方をとりあえず持っといて、で、最初はこの傘を刺しておくと。で、これで避けれる。まさかの2段階やったよ。って感じやん。はい、これで、持ち帰るんだ。よし、これで。おしゃー。おしゃー。イェーイ、今度こそ、回避成功。なるほどね。なるほどね。凝ってるな。はい、それじゃあ、鳥回避。何、学校の鳥越えみたいな感じ？なんか昔、学校でさ、チャボとか、飼われよってな気がするけど、結構怖かった。でかかった。卵が4個必要ということかな、これは。じゃ、とりあえず、はい、1個取りました。一応、どこにあるかわかるけど、わかるけど、これ多分さ、鳥に襲われるんじゃないの？はい、餌。これを、ここに、これを置きまし、いやー最初に持ってたらダメってことかな。ちょっと待って、もう一回。はい。まず、はい、1個取ります。そして、これを配置します。え、近いところの方がいいんか。ちょっと待って。じゃ、近くに置きます。え、置けんのか、ここ。置けた。はい。そして、それを餌入れに持って。え、ダメなの？マジか。じゃあ逆に遠い方じゃないといかんってこと？なんなん、どういうことよ。餌置いたらすぐに避けろや。
ぐに避けろや。何何してんの、トロイよ。はい、一番遠い。え、でもそしたら結局またさ、あの餌持ってる間に襲われない、大丈夫。さあさっさと、もなんで今度は反応せんねよ鳥たち。え、待って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 、わけがわからんぞ、わけがわからんぞ。おい、え、ちょっと待って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 、え、全く意味がわかんないんだけど、これはやっぱり普通に取ろうとしたらこうなるよね。それはわかるんだよ、それはわかるんだけど、他に何かあるってことか。この向こう側何もないな。この水の中何、おお、なんだなんだなんだ、亀で、この亀に何か意味が取れないし取れないし、この亀は何なのな、何なの、ちょっと意味がよくわからないですけど、あ、亀の上に、あ、それで運んでくれると、そういうこと。はい、じゃあこれで今の間に、はい、バーイ、取れたぜー回避成功。思い浮かぶか、そんなの。亀がいじめられるみたい。はい、鳥回避成功。次は虫回避。今回は蜂じゃなくて虫なんやね。了解、虫回避。今度は虫にたかられるの。あのカブトムシをゲットしたい。うわー、おしっこかけられたセミって逃げるときなんかかけてくよね。あれめっちゃ臭いんよね私もなんか小学生のときに、小学生のときまだ私全然余裕で虫触れよったんやけど、セミをガッて手づかみで掴んだときにさ、めっちゃなんかビシャーってかけられて、うわーってなった気持ち悪いってなった。何かしらこの辺に潜んでいないのか、何かないのか。何もないな。ということはもう普通に、え、どうやって、虫回避というのはあれ、セミの、セミのおしっこを回避するということか。どうやって、帽子、何もできない。何をどうすんのさ、これ、何もできんくない？この辺なんか地面何もない。お、あ、なるほど、網の先端を縛った。網の先端を縛って、じゃあ最初にこっちを捕まえておく。ふんふん、オッケー。あ、ちゃんとカゴの中にしまわれた。はい、そして後からゆっくりとカブトムシをゲット。やったねー、やったね、回避成功。わーい、はい、そしてビリ回避。なるほど、それはもう少年頑張れよビリ回避。どうやったらビリ回避できる。この辺の石ころ関係ないな。何もできんくない？これスタートしてからってこと？そういうことかな。別に特に何もいじれんのよね。こう入れ替えができるわけでもないし。じゃあちょっとスタート。こけた、こけた。これは、え、どういうことだ。走りよる途中であの子たちをタッチするのか。今この男の子タッチしたらこけたんだけど、こういう感じで。何、なんか超スピードアップしてきたんだけど。ちょ待ってよ少年。キラキラキラまた雨とかに引っかかります。いや引っかからんやろ、小学生、小学生ならある。待って、何急スピード待って、急スピードだったよ今。一応ビリではないか、ビリではないけど、え、1位になったの今の。あ、1位ではないよね。ちょっと待って、これ1位になる道とかあったりする、もしかして。もしかしたら1位にもなれるのかもしれない。
ということで、ということで、この二人はタッチすればこけるんだな。そしてこの男の子は何かに誘導しなければこけることはないと。じゃ、この子を1位に導きたい。1位に導きたいよ。こけろよ、お前。こけんのかい。最後はこけんのかい。ってことはあれだね、確実に2位にしかなれんということなのか。なるほど。ここは2位なんだね。OK です。検証は終了です。はい。ということで。ほい。ということで次は？クラゲ回避。さあやってくぜ、やってくぜ。クラゲかわいいんだけど、なんか。さあこれで魚を手に入れたい。森で着くの。何それ、あれやん、無人島生活やん。それが欲しいということでしょうか。ね、ちょっと待ってね、この辺、はい、 OK。 これとあとは、え、これだけ、とりあえず、はい、あげるよ。ん？そしてあとはこれをちょっとホカホカさせまして、はい、真珠が出てきた。あ、ってことはもう一個どこかに、あ、貝あった。はい、この貝をさらにホカホカさせまして、はい、真珠ゲット。これで OK。 おしゃれが好きなんだね。何これ、あ、なるほど、ダイビングスーツ。はい、来ます。これで海へ。待って、クラゲはどうやって防ぐの、これ大丈夫、もう刺されても大丈夫。はい、海へ。どうやって行くのよ。ピョーン。そして魚をつくんだ。いけい。プスプス。イエーイ、取ったどー。回避成功。やったね。はい。ということで、2ページ目も終了。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。